ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は、はい、いつもメッセージをいただける TK さん、うん、女性からいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。エニアグラムで何か大喜利をくれって言ったら、うん、本当にいただきまして、うんうん、そのお題というのが、うん、この TK さんは、うんうん、ご自身はタイプ2だとおっしゃる女性、うんうん、タイプ2の女性ですと、うん、タイプ2の女性が、おっしゃるには、うん、長年このタイプ6の人が、うん、タイプ8へのストレスに我慢できず、うん、タイプ6の人が、うん、タイプ8の人に、うん、のストレスに我慢できず、うん、組織体質を含め、うん、反撃行動に出ましたと、うん、タイプ2の私に、うん、できることはありますかと、うん、エニアグラムを知らないと、うん、感情論になっていく組織を見ていて私は危惧していますと、うん、有能な人材であるタイプ8とタイプ6を失いたくありません、うん、タイプ8とタイプ6がぶつかり合ったと、うん、タイプ2としてどうするか、うんうん、っていう何か本当エニアグラムの試験に出そうなどうすべきかどうすべきかみたいな、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あのでもまあ偉そうにね、うん、でもまあこれは、うん、あの人への話じゃなくて、うん、エニアグラムの話、うん、なんでエニアグラムプロレス的なね、うん、その全ての皆さんの否定じゃないですと、うん、タイプの否定はしてるかもしれない否定っていうかタイプの特徴です、ね、特徴を言うだけなんですけども、うん、なんか載ってるかなと思ったらありました、うんうん、あのこちら、うん、性格タイプの分析、うん、ドン・リチャード・リソさんが、うん予言してたんですかね、こんなメッセージが来るっていうのは予言してたかのような、うんうん、というのはあの、まあ、これは自分で読んで、うん、あの何タイプかなって迷った時に読む本、うんうんうん、で、タイプ6の人が、うん、タイプ8、うん、タイプ8の人がタイプ6かもって自分が思った時に、うん、では似てるっていうところを示したもので、うん、タイプ6とタイプ8、うんが似ているっていうポイントとして挙げられているのが、タイプ6もタイプ8も攻撃的であるが、完全に攻撃的な性格を持っているのはタイプ8だけであると、うんうん、運が深いそう、うんうんってで、タイプ6は自分の恐れにも他人にも反応して、ある状態から別の状態へ、ある段階からまた別の段階へっていう健全度がまた揺れ動く、うん、常に動いていますと、うん、でタイプ6の人は相反する衝動から何かをやった時に何かが起こった時に対する衝動から生じる不安定な感情を抱いていて、受動攻撃的で逃避的で妄想的であると。なんで反応なんです、全然反応してるだけってことですね、反応してるんです。だから来なければそうならない。そうならない。うん、でもタイプ8の人は純粋に攻撃的な性格を持っている。もともと攻撃的。攻撃的。で、それに対してタイプ8は確固たる自我と強烈な意志を持っていて、うんうん、彼らは自分の望むものを手に入れるまで他人を圧倒し続ける。うん、タイプ8はほとんど柔軟さがなく、ましてや他人の希望に応じようとするところなどない。うんうん、好かれようとか他人の機嫌を取ろうとか、うん、そんな気は全くない、うん、タイプ8は他人の保護を求めるよりも、うん、勤勉さと忠誠心の見返りとして他人に庇護を与える側だと、うん、保護してやる側だしてやる側だと俺に庇護はいらんと、うん、そんな保護してやるからこう忠誠を誓えっていうことなんですよね。はい、でこの2つのタイプはこんだけ違っている、うんうん、こんだけ違っているんですけども、うん、健全度の段階6では非常に似通っていると、うんうん、段階の6っていうのは、うん、健全の中でも456の、うん、もうあと一歩で不健全のところに行く、うん、スレスレの段階のところです。普通のレベルの中の下、そこにいます、はい、この段階に限ってはとても似ていると、うん、タイプ6っていうのは自分の劣等性を補おうとする行動が過剰で厄介なやつ、うんうん、防衛、うんって書いてあるんですけども、でタイプ8っていうのは対決的な敵対者、威嚇脅しと書いてあります、うん、
タイプ8は喧嘩越し、大胆な犯行、すぐに他人を威圧したがることで、短期で脅迫的な気性、暴力による脅迫、他人に対する憎悪といった攻撃的な特性を示しますよと。なんでタイプ8は自分の望むものを得ようとして他人への圧力をどんどん強めていった挙句にこの段階まで来ますと。なんでタイプ8はずっと攻撃して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 この段階に来ます、うん、でもタイプ6っていうのは違うよと、うん、常に攻撃的な気持ちがあったわけじゃなくて多分避けてきたんでしょうね、うん、なんかこうなんか反応じゃないですかやっぱり反応して反応してここまで来た、はい、劣等性を補うっていうのはこう他者に対してこう思われるんじゃないかっていうところにそうじゃないみたいなっていう反応が出る。はい。でタイプ6は、まあ、非常に異なった経路、うん、タイプ8みたいに脅して脅して脅してここに来るんじゃなくて、うん、非常に異なった経路でこの段階まで来てこれ以上こき使われたくなくて攻撃的になる、うんうん、でタイプ8は他人を今までよりもっと圧迫しようとして攻撃的になるっていう、うんうん、まあ防衛ですよね、はい、6は防衛で、なんでもしこのタイプ8の人が上なんだとすると、うんうん、常にストレスをずっと与えてきて防衛がボカーンっていう、で本質的な違いっていうのは、うん、タイプ6は相応の圧力を加えれば、うん、結局は譲歩する、うんうん、結局はまあ、元から攻撃的じゃないので、うん、譲歩しますよと、その防衛っていう反応はもろくも崩れ去りますと、うん、ただタイプ8っていうのは、うん、この段階まで来ていると、うん、反対すればますます彼らを挑戦的にさせ、うん、新たな攻撃で敵に立ち向かわせる結果になるだけであると。なんで今のが反応です。なんで、こんなことするから忘れるんですよね。すいません。ここには、うん、今のそのどうしましょうという時に、うん、ここに何かを言うと、うん、よりますます、うん、タイプ8を、うん、もっともっと火をくべるようなものだと。そうタイプ8に対する層が深いですよね。でこの段階ではどちらも危険ですよと、うん、ただこの段階、うん、健全度が6の時は、うん、タイプ8よりもタイプ6の方が危険ですと、うんうん、なぜなら彼らはもう不安に満ちています、うんうん、不安に満ちているので衝動的にもう見境がないんです、うん、攻撃は他人に対して全て、うんもうやばいやばいですよね。もうやばいやばいでも全員が敵みたいなところに陥っている、うん行動が過剰で厄介なやつです、うん、ちょっとなんかパニック状態みたいな感じですね。そうですね、はい、なのでその見境なく攻撃しますよと、うん、他方この段階のタイプ8っていうのはもう理性的なんです、うん、冷静に見ている冷静に攻撃的だ、ねはい、でどんな行動を取るときも成功の確率を計算に入れて動きますよと、うんうんでただ一旦暴力的になってしまうと、うん、タイプ8の方がタイプ6のよりもより危険ですよ、うん、なんかこう7ですよね不健全レベルまで行く、はい、7まで行くとタイプ8はもっと冷酷で、うんうん、その膨張した自我の勢いで、うん、敵を完全に叩きのめすまで、うんうんうん、強引にもう押し込むことができるんです、うん、何のてらいもなく、うん、だから本当に暴力ですよなんでこのタイプ8っていうのは最後には古代妄想郷になって何もない、うんうん、何もない状態になるもう結局みんな離れてきますからねそんなになると、はい、し、まあ、タイプ6も結局自分で潰れていく自分で潰れて、はい、っていうのが書いてあった、うんうん、タイプ8の攻撃的なところで爆発する、うん、だから多分タイプ8が7に落ちるともっとエスカレートすると思うんですよね、はい、そうですね。でタイプ6は7に落ちると多分防衛は崩れ去るわけじゃないですか。防衛は崩れ去りますね。崩れ去るから今度自分にストレスをどんどん抱えていくみたいな自滅の道を、そうです、まあ、その下まで行くと、うんタイプ7、タイプ6というのは、うん、そうですね劣等感を持ち、うん、また過剰反応を起こし、うん、落ちていく落ちていく、はい、だからこう自分自ら落ちていくみたいな、そうです、ね、自滅的に落ちていく、あ、もっと自分の中に多分入っていくんでしょうね。自分の中に入っていく、はい、でこの人たちはもっと外に出ていくからこう本当にこうパンチが出るみたいな、はい、で今は、うんうん、怒り、
のことを説明しました、うん、タイプごと、うん、で、基本、うん、エニアグラムっていうのは自分を探すもの、うん、探すもので、まあ健全度を上げていく、上げていく、こうとらわれから抜けていくもの、はい、抜けていくといいよね、うん、知ると抜けれるよねっていう話で、うんうん、多分この人たちを、うんうん、多分変えることは、健全度を変えようと思っても多分難しい、人を変えるのはね、人を変える難しいのかもしれない、うん、で逆に引きずり込まれる、なるほど、うん、そうですね、多分こう2の健全度が6を書いてあるけど、はい、まあ、6ではないと思うんですよね今はね、そう冷静に見てるから、はい、ただ一応6を書いたのは、うん、尊大ぶった聖人っていうのがタイプ2の段階6、うんうん、自己犠牲と書いてあります。なんで巻き込まれると、うん、そう巻き込まれる、でこの健全度が下がってる人同士がこう争ってるわけじゃないですか、はい、空気悪いですよね、空気悪くなって、はい、こうそこにこう変に関わると自分もその健全度を下げられてしまうみたいな状態に陥るんじゃないかなっていう、はい、でこちら、うん、エニアグラム性格の9つのタイプっていう本は、これどんな本かというと、あのイエス・キリスト、僕、うん、ごめんなさい、僕は全然どちらかというと仏教の人なんですけどもあのイエス・キリストが全てのタイプの気質を持ってリーダーシップを発揮していますっていう項目もあって、タイプ2のところを見るとですね、イエスは人を愛することでリーダーとしてっていうのは書いてある、これはタイプ2の特徴なんですけども、人々に執着する落とし穴として、タイプ2の人々は他の人々を助けたいというとらわれによって行動していると他人に依存されるっていう人間関係ができていますと。で、タイプ2の人は他人に奉仕したり喜ばせたりしながら、実は他人からの愛を自分が勝ち取ることを求めている、それでいて自分がそのように求めていることを認めようとしないと、うん、若干この辺匂いますよね、うん、あの必要なんだろう、うん、これエニアグラムの話です必要な、まあ、無意識に多分2の人はそういう感情感覚はあると思うんですよね、はい、そのプライドっていうじゃないですか、はい、とらわれがプライドでしたっけ、はい、なのでそういうのが、まあ、プライド、はい、私が必要なんでしょうってみんなに思われたい、はい、うん、なんであのここに書いてあるのは、うん、じゃイエスが、ごめんなさい、僕は仏教者です。イエスが何をしたか、うん、イエスは助ける者の模範として、うん、群衆のために奇跡を行った後に、うん、どうやって群衆を去らせたか、うん、としてイエスは助けた人々を自分に縛り付けるのを避けた、うんうん、悪霊に取り憑かれた人がイエスのお供をしたいと願い出た時は拒絶した、うんうん、助けなかった、助けなかった、あ、では そこでそれを迎え入れなかった、うんうん、って書いてあるんですね、うん、助けたけど、助けたけど、でそれで来たけどそれは断った、あの、断った、うん、毎回いつも同様にそういった人々を常に去らせている、うんうん、奇跡を施した人に自分がしたことについて人に話さないようにすることが、うんうん、をしていたよと、うん、なんでその愛することはするけども、うん、過剰に愛を求めてはいない、うん、そう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 、うん、だとすると、うん、もしかすると、うん、ここに対して何かしなきゃっていう気持ちが湧いてるのは、うん、これエニアグラムの話です、うん、もしかしたらここなのかなって僕は思う、ここじゃなくても多分思ってるんじゃないかなと思うんですよね、3とか5の段階でも人に対して何かをしてあげたいみたいなことは多分タイプ2の人は思ってるんじゃないかなとは思いますね。なるほど。でここは尊大ぶってるんで、私すごいでしょアピールをしてる段階じゃないですかね。うん、私は助けて、いつも私助けてあげてる、私いい人っていうアピールを周りにしだしてる段階がここじゃないかなっていう。ちょっと、うん、私が思うに、うん、ここは、うん、もうなんて言うんだろう、ここはだから健全度がもう下がってしまってる状態なので、はい、これを他人が上げてあげようっていうのは絶対無理じゃないかもしれないけど難しいと思うんですよね。この TK さんが上司か、うんうんうん、一番トップなのか、うんうん、そうじゃないのか、ま、そうじゃないのかっていうところにもよるかもしれません、うんうん、でこちら、ソニーエニアグラムリーダー研修、うんうんうん、
自分と部下を生かす9つのタイプの活用法っていう本があるんですけど、これがね、6っていうのは例えばその最後までどんなパニックになっても最後まで責任を果たして義務を全うしようとするよ。さっきの説明でも結局6は折れるって書いてあるので、謝れは言えるかもしれない6に対して。ただこう謝らせてもストレスが解消するわけではないので、ないし、これをそれを許すかですね、うん、心から謝ってない、うん、まあ、そうなので、これ謝らせても6が健全度上がるわけじゃないじゃないですか。はい。でこの人が本当に許すかどうかも分かんないじゃないですか。あの意外に根深いですよね。根深い、あ、まあ、その謝れば表面上は許すかもしれないけど、あいつはいつもこうだみたいなことをずっと思ってたりするんで、またなんかちょっとあっただけバーンとくると思うんですよね。カラッとはしてないですよね。なのでこう、まあ、本心でもう屈服しちゃえば、じゃあもうしょうがない、そこまで言うなら6がね、6が本心から、はいはいはい、でそこまでなるってことは、多分6の人の健全度が高い状態だったら、はい、多分それができると思うんですよ。でこれを見ると、うん、そのもしかね、この TK さんが上の立場だったら、うんうん、8の人に声をかける方法としては、タイプ8っていうのは、うん、そんなその、さっきはね、人の言うことは聞かないとかって話をしたんですけど、部下だった場合っていうのは、タイプ8っていうのは、細かい指示は好みませんと。頼むよ。で、一言あれば十分だと思っている。なんで、その、あなたを指示して、誰も無視してないよ。頼むよ。って言うと、まあ、要はあれですよね、分かったと。俺に任せろですか、ね、そう、あの親分のためにしょうがない、うんうん、でここであれあれ、こんなことしてこんなことしてこんなことしてって言うと、うんうん、ドーンってまた自分が正しいと思ってやってるんですよね。まあ、本当に脅してなんか奴隷のように扱おうって思ってるわけではなくて、はい、大体自分が一番正しいと思ってるんですよ、はい、だからその正しいのを強制してくるんですよね、はい、でこの、うん、タイプ6っていうのはどんなタイプかというと、仕事場でおいてタイプ6の指導のポイント、要は2の人が上だった時にタイプ6にどう指導するか。タイプ6っていうのは仲間として認められていることで安心を覚えるタイプですと。なんで彼らの話に耳を傾け、常日頃誠心誠意ことに当たっている、責任を果たしてるねっていう励ましの言葉をかける。なんであとタイプ6っていう、タイプ6は経験のない初めての仕事に対しては不安を感じ、保守的になるところがあるので、過去の事例を学べる、お膳立てをしたり準備があるよっていう説明をする。あと予想以外のことがあると先のことばかり気にしてパニックになるので、根回しのやり方、具体的な方法を教えてあげるっていうことがいいよと。あとはそのしっかりサポートついてるよっていう話とかで、タイプ6のやる気を失われせてしまうアプローチとしては、サポートをしない、途中でサポートをやめる、あとは秘密を持ったり周りが一人にしようとする、あとはタイプ6だけが僕だけが頑張ってるっていう思いにさせる、あとはその何か問題が生じて相談を持ちかけてきた時、その意見に対して正面切って反対の立場を取る。タイプ6がどうしましょうって言ったときに、真っ先に、いや、それダメだよ。ってなると、まあ、反応タイプですから。8の人はしそうですよね。で、その8の人に、まあ、やる気を失わせてしまうアプローチとしては、まあ、多くの細かい指示を出す。チャレンジ性のない仕事だと感じさせる。秘密でこそこそ何かを行う。曖昧で不確実な指示や話し方をする。ことを嫌がりますと。なので、まあ、この TK さんが、ご自身がどこの立場なのかで接し方は変わると思うんですけども、タイプ8っていうのは細かいことは言わなくていいよと、具体的には言わずに、まあ、多分そういうことを言うとストレスを抱える、はい、で、まあ、タイプ6はさっきみたいなこう不安があるとストレスを抱えるんで、上司だとしたらそう抱えないような接し方をしましょう。接し方をして、タイプ8には頼むよと、頼むよ一言、会社のために頼むよ、頼むよ、もう任せたからって、もうあなたが頼りだから
みたいな感じで言われると、もうじゃあ俺に任せとけみたいなやる気を発揮する。でこのタイプ8への好ましいアプローチ事例として、うん、タイプ8の上司がいて、うん、部下がいてっていう例が載ってるんですけども、うんうん、やっぱりこの中でも、うん、タイプ8の下で部下は潰れていくんですね、うん、そうで上司がタイプ8に何を言ったかというと、うん、いくら君にパワーがあると言っても、うん、3人も抜けた、うん、3人も抜けたら、うん、カバー君できないでしょ、うん、しきれないよと、うん、で部下の中には、うん、君を頼みとして慕っているんだと、うん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 、で部下は君と同じようにタフじゃない、うんうんうん、君が一番タフなんだからと、うんうんうん、そうだから真似しろって言っても無理なんだよっていう君が一番タフなんだから部下は君ほどタフじゃないんだよと、うんうん、で気の弱い人を上手に盛り立ててこそ本当のリーダーじゃないのかね、うんうん、あでも8の人は喜びそうですよね。本当のリーダーじゃないのかねそれがっていう、うんうん、で君に5人の部下を託しているわけだから、うんうん、このままだと係が成り立たなくなる、うんうん、立たなくなるから頼むよ、うん、この8の人は自分が強い、はい、強くなってはいけないっていう、はい、その強さも認めつつですよね。強さを認めて頼むよ頼むよ、はい、でこうみんなはそんなに強くないんだっていう、あなたみたいに強くないそうかねあなたみたいにみんな強くないんだからそこまでやると潰れてっちゃうよみたいな諭してあげる感じですよねこう強さを認めつつ諭すみたいな。そうですね、うん、だからあなたは守ってあげなきゃいけないよ。下手にした点出るよりも、うんうん、あなたほど強くない、あなたほど強くないんだからみんなは。これいいですね、キラーワード、あなたほど強くないっていうのは多分タイプ8の人は、はい、まあ、俺が強いから俺が特別なんだっていう感覚もあるじゃないですか、うん、ですね、自分が強い、上手に部下を使ってこそ本当のリーダーでしょ、うんうんうん、強い俺が守ってやらなければいけないっていう、はい、っていうところですよね多分っていうくすぐり方、くすぐり方で6の人に対してはサポート、うん、サポート一人じゃないよっていう、一人じゃないよ、もう何かあったら守ってあげるからぐらいので何か相談できたら反対しない、うん、その通り、うん、そうだよね、そうだよね、そうだよねって共感してあげることは、どこにストレスを抱えてるのかみたいなところを探りつつ共感してあげる感じできそうですよね、タイプ2だったら。タイプ2だったらね、タイプ2だったら両方いけそうな気がしますよね。あ、両方ともこの愛で包み込める、8もくすぐりつつ6もの不安もこう、もう私が何かあったら私がみたいな、はい、うん、でもまあ2も落ちると8ですからね。まあね、そうなのでこのまあ、喧嘩が起きてるっていうのは多分両方ともストレスを抱えた状態になってるので、はい、まあ、危険って言えば危険ですよね、ここに飛び込んでいくのは。そうですよね、自分の権限でも下がってしまう可能性がある、お前黙っとれとか言われる可能性がある基本エニアグラム入門では2は、うん、離れることと、うん、離れることなので、まあ、よく、まあ、僕は自分ができることをやる、はい、他のというか、まあ、僕がこう教えてもらった人にこう言われたことは、はい、健全度が下がってる人には近づくなですからね。テレワークだと。テレワーク。そう、距離を置くのが多分一番、はい、でこうお互い冷静になる時間でお互い自然と健全度が上がってこれば多分その揉め事も解消されていくから、まあ、こう距離を置くことが多分一番でまあ、会社とかで絶対距離が置けないっていうこともあるけど、距離を取ることができるなら距離を置いた方がいいみたいなことを言ってましたからね。結局やっぱ人は変えられないんですか。変えられないですね。なのでまあそういうところをくすぐりつつ、いい気持ちにさせれば上がっていく可能性はあるかなっていう。いいですね、あなたほど強くないって言った方がいいですね。そう、はい、みんなあなたほど強くないんだからって、で本当のリーダーはねってそうで頼むよって、うん、期待してるよって、はい、あなたが頼りなんだからみたいなそういう言葉がけでなんとかなる可能性はありますけどね。まあどっちかが下がってる、どっちかがまた足引っ張りますからね。常に攻撃的なのは8です、うん、常に攻撃的なのは8 、はい、でそれに対して防衛してるわけですよね、はい、そうですね。でここまで落ちる前は多分自分で抱え込んでたんですよ。そうですね、そう、仲間がいないって、そうそう、俺ばっかりって、で防衛に出たんですよね、はい、もう攻撃反撃にかかったのではないかっていう、うん、はい、難しいですよね。悩みを聞いたら書いてあったっていう、うんうん、
話でございます、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。